はい、どうも、コミです。さて、本日はこちら、つむぎ組さんからですね、動画をお届けしたいというふうに思います。いや、久しぶりですね。今まで14本が出てきて、やっぱりそちらに少し、動画の頻度というのが寄ってしまったところがあったんで、12、で、今回は11ですけども、これからおそらく13、12とかになってくるのかな。そういう環境の動画をですね、またお届けできるのが嬉しいなというふうにも思うんですけども、本日はですね、この、2021年4月の大型アップデートによって、援軍の提供システムがガラッと変わったんですよね。それの効果っていうのをちょっとですね、見ていきたいというふうに思います。まあ、13の人に関しては、14かな?に関してはあんまり関係ないと思うんですけども、やっぱりですね、タウンホール12、11の方っていうのは、大きくここのところっていうのを気にしてらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね。で、それがこれ、クラン城の、ユニットギフについての変更ということで、簡単に言うとですね、レベル最大のユニットがもらえなくなっちゃいますよってことなんですよ。ただなんですけど、これね、僕、ちょっと勘違いをしてまして、ラボレベルによるのかなと思ったんですね。なんですけども、ですね、タウンホール、例えば12ですね。12の、クラン城ってレベル8まで上がるんですよ。つまり、ここタウンホール12なんですね、これ。これ、ま、思いっきり白地になってんな。色を変えるか。赤にしましょうかね。こんな感じでいいかな。ごめんなさい。これね、これタウンホール12なんですよ、これ。なので、タウンホール12であれば、まあ、2位のユニットが、要するに、ま、レベル最大のユニットがもらえますよっていうことなんですよね。ということになります。だから、これね、結構勘違いしてた人いるんじゃないかなと思う人、まあ、僕含めて。ここがタウンホール11のレベルですね。これタウンホール11。まあ、こういうことになるわけですよ。なので、実際ですね、まあ、12ぐらいになると、そんなに、まあ、めちゃくちゃ大きな影響は、ないと言っていいんじゃないかなっていう、まあ、そんな風にね、自分やっていて、やっていてか見ていて、感じました。まあ、そこのところをですね、まあ、ちょっと今日は深掘っていきたいというふうに思うんですけども、まあ、結論から言うと変わんないと思います。そんなにですね、大きく環境が変化するってことはないかなと。で、これまでやっぱですね、タンホール12、11で、もう無双の力を振るっていたネクロマンサー系の戦術っていうのが、使えなくなるのが一個、気になるポイントかと思うんですけども、全然使えますね。まずタンホール12。ここに関してはさっき言ったように何の影響もないので、これまで通り使えると思っていただいていいかなというふうに思います。で、1個はスーパーネクロマンサー、もう1個は、スパジャイネクロですね。を見ていきたいと思います。で、タンホール11も2本今日は準備してまして、それは、両方ともですね、ゴレネクロを見ていきたいというふうに思っています。で、まずこれですね、ここ、削りを入れていって、スパネクをこの位置からこう入れていくんですけども、まあ、なんでこのアタックを選んだかというと、クワさんの攻めっていうのが結構ですね、なんだ、セオリーからすると、あ、これでいけちゃうのっていうふうに思うような、攻め方になってると思うんですね。まあ、どこら辺がそうかっていうとですね、マルチインフェルノ3本残ってるんですよ。これ。まあ、シングルインフェルノとマルチインフェルノ、どっちがスパネクには厳しいのっていうと、まあ、個人的にはシングルかなと思うんですけども、マルチも十分いやらしいんですよね。ビッグボーイでターゲットが取れなくなっちゃうっていう点で言うと。で、そこに関して、インフェルノターボやっぱ3本ですね、あるうちの1本ぐらいは、オデヒーパート、まあ、ライトニングも含めたオデヒーパートで折っていくっていうのが、まあ、いわゆるセロリ。セロリって言っちゃった。セオリーかなというふうに思ってたんですけども。ではなくて、この3本残した状態でこう攻め入っていくんですね、ガンガンと。で、残った呪文は、ジャンプ2発に、レイジ1発ですね。タウンホールの前でレイジを使って、で、突破を早めながら、ここにヒーラーを乗っけることによって、レイジヒーラーの形を作ってですね、ネクロマンサー本体、スーパーネクロマンサー本体の体力を温存していくと。いう形になりますね。で、これ3時方面からはボマーを突撃させていって、9時方面はキングでカットをしていく。で、ここの部分っていうのはもうお手火で削ってますので、スパネックをこんな風にぐるっと上に持っていくという感じですね。で、タウンホールの爆破が入る直後ぐらいのところで、トームを使っていってましたね。まあ、そうすることによって、中心部で火力がもう四方八方から飛んできて集中する部分っていうところをトームを使ってしっかりとケアして乗り越えていくという感じですね。
三次方面のロックボマーがもう無双の仕事をしてますね。これは素晴らしい。で、まあ、こんなような形で、結果的にはスパネクが4体しっかり生き残ることになりますので、まあ、こんな風に、インフィノタワー3本残っているような環境でも全然取れてしまうこのスパネクの強さっていうのは、アップデートによって、まあ、多少環境変わったのかなという風に思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、全然変わらずめちゃくちゃ強いです。タワーホール12でやっぱりスパネクめちゃ強いんで、これからもですね、どんどん使い続けてもらったなというふうに思っているところですね。やっぱり弱体化を受けた要素が何もないので、まあ、当然といえば当然かなというふうに思います。まあ、そこに関しては、改めて言うまでもないかもしれませんが、一応確認までというところですね。で、二つ目はですね、スパジャイネクロに関して見ていきましょう。これもね、全然影響ないと思っていいんじゃないかなっていう感じです。このリュウキさんのですね、リーダーリュウキさんの、スパジャイネクロ。面白いのはこれですね。スーパーアーチャーを2体入れていって、で、後ろから、射抜かせていくっていう、この形が結構面白いなと思ってるんですけども、形的には、インペノタワー2本をですね、天才で折っていきます。これですね。ライトニングとクエイクの呪文を使って、しっかりとインフェを折っていくと。で、マルチインフェルノやっぱり残したくないんですね。スパジャイがダメージ受けちゃうのもそうですけども、ネクロマンサー本体もやっぱり、ターゲット食らっちゃいますんでね。で、スパジャイを出して後ろからネクロをドバッと出していって、ネクロの出し方は面白いですね。こことここにこういう風に出して、真ん中は少し開けるような感じにしてます。で、真ん中の空いてるところからヒーローと兵器を入れていくという感じですね。で、広い面で攻めていくんですが、基本的には上側、下側、中央側という風に3つに部隊がこう分かれている、ここですね。ここが、見逃せないポイントということになりますね。3つの部隊がこういう風に、まあ、こんな風かな。面を作って押し上げていくという感じですね。この面の作り方っていうのがやっぱりリュウキさん上手いのと、スーパーアーチャーの活躍ですよね。やっぱり後ろからこういう風に、届かないところを射抜いてくれる。この仕事が結構大きいですね。もう縦横無尽に走り回りながらガンガン、スケルトンとスパジャイと、なんならネクロマンサー本体も縦にしながら射抜いていく。で、ここで使っている兵器が今、さりげなくウッドランチャーでしたよね。これもタウンホール12でウッドランチャーレベルマックスが使えますんで、全然今まで通り壁をゴリゴリ壊しながら前に進んでいってくれるということですね。もうゴリゴリです、ゴリゴリ。ゴリゴリに行けますよ、本当に。ネクロマンサー強いです。変わらずですね、どうぞご愛顧のほどって、別に僕スパネクとかネクロの信者ではないですけども、まあ、ご愛顧いただけると思います。本当に。やっぱですね、つむぎさんのタウンホール12、11を見てると、まあ私の動画前から見てくださってる方は、お気づきかもしれませんが、まあ、ネクロ比率がめちゃ高いんですね。で、皆さんのネクロの付け方がめちゃくちゃうまいというのもあって、で、まあ、今回確かに、多少ですね、相手の村のレベルが、防衛レベル低いとは思うんですよ。だけど、これだけのネクロマンサーの数を残してね、で、トームまで残して、で、突破しきってしまう、というね、この、ネクロマンサーのポテンシャルっていうのは、まあ、これ、タウンホールのその防衛レベルが上がっていっても、まあ、12である以上は、その上限に対して十分立ち向かえる力があると思うんで、使っていける編成かなというふうに思います。で、残った2つのアタックはですね、タウンホール11の方を見ていきたいと思います。これもネクロマンサーですね。2つ、見ていくんですけども、両方とも、ゴレネクロです。で、ゴレネクロでやっていくんですが、12の方はですね、11の方は、若干の、変更が入っているといえば入っていて、レベルマックスが持っていけないユニットがいるはいるんですね。そこはもうラボレベルが、最大よりも1個低い状態のところまでしか、使えないというところで、ちょっとですね、デチューンされたユニットが入ってくるっていうのはあるんですけども、全然気にならないですね。まあ、防衛援軍とかでやっぱり、入らないユニットが出てくる方が、まあ、多少大きいかもしれないってことを考えると、まあ、むしろ、攻めも守りも、11においてはやっぱり防衛軍が強い、ところもあるので、それを加味すると、やっぱり、強弱つかないのかなっていうところなのかもしれないですね。で、今回のうなさんのアタックっていうのは、これマルチインフェルノ2本あったところを全部この天才で、折っていっちゃいましたね。ここね。ガンガンと折っていって。で、折っていきながら、この辺も削っていくんですね。そうすることによって、主力の部隊をここにこう流していくイメージですね。で、こっちが主力ですね。メインです。で、こっちが、まあ、サブになってるんですけども、サブの部隊っていうのがこう流れていく感じ。で、まあ、こっちもまあ、サブじゃサブかな。こんな感じですね。で、両方の面から押し込んでいくんですが、やっぱり押し込んでいくときにですね、ここの部分とかって、
ネクロンが攻撃しにくい部分なんですよね。そこをこう潰しておくことによって、中から撃たれないっていう、まあ、撃たれることがないっていう、そういう心配を、序盤に削っておきながら、ライトニングで、いやらしい、マルチインフェルノを削る、まあ、これもすごく重要なんですけども、削っておきながら、かつ、ネクロマンサーが通れる、ルートっていうのをしっかりと作っていくっていう、この二つの、意味合いを持った、ライトニングの呪文の使い方ですね。これがやっぱお見事ですね。このクルーの方、ほんとネクロの使い方がめちゃくちゃうまいので、もう参考にしかならない、アタックばかりですね。どれを上げるかいつも迷っちゃうんですけども。で、もう一本ですね。メグミンさんのアタック見ていきましょう。で、これもですね、面白い形をしてますよね。してるんですけども、さっきと形も同じですね。ここのところ、ライトニングでこう削っていきます。で、削っていきながら、対空砲とアチャトーもこう、巻き込んでいってですね。少しでもイーグル砲に、まあ、クエイクダメージ与えていこうとか、まあそういうところの、呪文の無駄を、しない丁寧さっていうのも見事ですね。結構ね、やっぱ11とかを攻めるときに、13、14を買おうと思ってる方とかだと、まあ僕がそうなんですけども、結構雑になっちゃうんですよね。まあこれぐらいだろう。クエイクも、ね、今のケースで言ったら、そのアチャトーとかに当てちゃえ、ぽいみたいなことやっちゃうんですけども、そういうことをしないよね、やっぱ上手い人は。本当に丁寧にしっかりと、使える呪文の場所っていうのも、使える呪文の効果範囲っていうのも最大限に使っていく。イーグル砲なんかにもしっかりとこれ、クエイクダメージが入ってるからこそですよ。このウッドランチャーのウッドで、イーグル砲壊れるんですよね。もう序盤、中盤で。で、それがやっぱり、ネクロマンサー全体のその活躍につながっていくし、イーグルのね、範囲攻撃も着弾に合わせてのこの範囲攻撃って衝撃波ですよね。意外とバカにならないですよね。スケルトンがゴリゴリやられちゃって、ネクロ本体が剥き出しになって、もうネクロ本体ゴリゴリやられちゃうみたいな感じになっちゃうんで、ゴリ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 ってくるんですよ。それがね、やっぱりイーグル砲の怖さであるんですけども、しっかりこう、クエイクを当てて削りを入れることによって、ウッドランチャーで、それをもう早めに壊していくっていうこのコンボですよね。いうところが丁寧だし、まあ、そういう一個一個のその攻めの丁寧さっていうのが安定した展開をまあ叩き出してるんだろうなっていうのを改めてこう見せつけられた感がありますよね。とんでもない数のネクロマンサー残ってますね。これ何体いるんだろう。下側にこれ5体でしょ。5体いるよね。で、中央部にこれ3体、4体か。5体いるのし、合計10体いるのか。これもう多分出したネクロマンサー全部生き残って、じゃねみたいな感じですよね。まあ、それぐらいの圧倒的なアタックになってるというふうに思います。まあ、魅力の一つはあれですよね。ネクロマンサー使ったこのドバタシ系の攻めって、時間切れになるリスクがめちゃくちゃ少ないので、まあ、全開率を稼ぐっていう上では結構、まあ、合理的かな。うん。っていうふうな気がすごくしますね。今回のケースで言うと、ちょっとですね、すいません。自分これ、よくこれネクロでいったなっていうふうに思ったんですが、改めて攻めを見て、感じたのは、ここですよね、ここ。まず削りますよね。で、これ削りますよね。そうすると、意外とこの村ってシンプルな、こういう形になるんですよね。この、シリスボミ的な感じの、まあ、こういう円錐形っていうのかな、こういう。そこに対してネクロマンサーがこう入っていけば、みんな、嫌でもこのイーグル砲の中央部分に集まってくるんで、すごいそのルートを作りやすいんだなっていうのが、やっぱこう攻めた後を見ると分かりますよね。だからライトニングの呪文をまずインフェルノに打った時に残った施設に対してどういう風にネクロマンサーが動いていくかっていうルートがざっくりこうイメージできると、これは11、12関係なくだと思うんですけども、結構いいその形が作りやすくなるのかなと、まあいう風に今回のめぐみさんの攻め見て思った次第ですね。まあ、参考になればということでちょっと微妙的に挟ませてもらいました。はい。というところですね。本日は久しぶりにターンホール11、12のアタック見ていきました。いかがでしたでしょうか？これ、参考になったなと思いましたら、ぜひですね、ターンホール11、12の方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また、私のチャンネル、おそらくこれからですね、12、13、14の、3ターンホール帯に、集中した動画になっていくんじゃないかなというふうに思いますけども、まあ、当面は、11から14までこの4つのターンホールを、含めた形で、お送りしていきたいなというふうに思っております。ですね、ぜひ、クラン対戦系の動画で、タウンホール、まあ、いくつの方でもですね、ちょっと悩みがあるなというふうな、お気持ちある方、ぜひ見てもらえたら、参考になる動画がお届けできると思っておりますので、どうぞよろしく、これからもですね、ご視聴よろしくお願いいたします。というところで本日の動画を終わりにしたいというふうに思います。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。